自民党総裁選に出馬する候補者が、自分が自民党総裁総理となった暁には金融所得課税の強化をするという。候補者本人はそのことによる影響がないように強化すると言っているようですが、一体誰に対して強化するつもりなのでしょうか。国内の個人、国内富裕層、機関投資家は、外資は、所得により、利益の額により、累進課税、一律税率アップ、マイナンバーカードでお金の流れを完全管理、日本国民総確定申告社会、制度設計など考えずに適当なひらめきで金融所得課税強化と口にしているのでしょうか。強化というからには、例えば制度運用が複雑にならないよう、現行のまま税率だけアップするとなれば、税率 30% 以上に上げないと金融所得課税強化とぶち上げる意味なしという感じでしょうか。金融課税強化となって予想されるのは、新制度施行前に利益確保のためお金が逃げていくことでしょう。新たなルールを設けて株価が暴落した平成バブル崩壊の悪夢が、まさか現在の株価がバブルだったとは。国の紫三寸で昨日まで存在したものが泡と消えてしまうとは。と、令和バブル崩壊もあるかもしれません。最悪、年金運用資金が大幅に目減りし年金崩壊、年金生活者という括りが消え、ただ高齢者と括られる時代が来るかもしれません。一億総活躍社会、国民は未来一生働き続ける社会の実現でしょうか。決して他人事ではないと悲しい気持ちになってきました。